はい、そんばんの稲津です。今日は髪質改善についてちょっとですねご説明していこうと思います。いろいろ髪質改善ってありますよね。なんか髪質改善トリートメント、髪質改善縮毛矯正、髪質改善ストレートみたいないろいろありますよね。3熱トリートメントとかでね、その癖が伸びるとか、髪の毛がトリートメントされるみたいないろいろなことがですねこう言われてますけど、そこについてですね、今日はですねこの動画を見てくだされば、髪質改善ってこういうことなんだって、こういう仕組みなんだっていうのが今日分かるようなですね動画をですねお伝えしていきますので、ぜひとも最後まで見てください。はい、まず髪質改善ですね。髪質改善って、なんかストレートとトリートメントの中間みたいなイメージを持ってくださる方が多いんじゃないでしょうか。そういう見方もあるんですよね。確かに癖が伸びる人、伸びない人、伸びる癖、伸びない癖だったり、髪の毛がねこうつるんサラサラってなる人とかいろいろあるんですけども、髪質改善をざっくり説明します。もう本当に分かりやすく、もう例え話でですねすごく分かりやすく今日ちょっと ご説明していきますね。はい、髪質改善っていうのは、髪の毛をですねこう、のり巻きに例えるわけですよ。こういう風にですね、これがのりとして、ここがご飯ですよね。で、髪が傷むっていうのはどういうことかというと、このご飯がなくなっていく、もしくはこののりの枚数がちょっと減っていくみたいな、でザラザラしていくみたいな、でぐしゃぐしゃってなっていって手触りが悪くなるみたいな、でそういうところを髪質改善はちょっとこう改善させていきましょうみたいなメニューなんですよね。ざっくりトリートメントは何かっていうと、この米、お米を太らせるっていう感覚ですね。髪の毛のこの中っていうのはなくなっていくんですよ。で、なおかつ、この糊の表面を枚数を増やしたりとか、プラスもコーティングしていって舗装するみたいな、きちっとですね、綺麗に舗装すると綺麗になりますよね。これトリートメントですね。で、髪質改善は何かというと、まず、なんで髪質改善をしなきゃいけないかというと、髪の毛が傷んでるからですよね。なんで傷むかっていうと、カラー、カラーの原理を言いますと、カラーはですね、この糊を強引にこじ開けて、こっからこう入れるわけですよ、カラー剤を。で、この米、白い米を、髪と想定してですよ、この白い米を染めるわけですよ。はい。で、染めるときに、ちょっとこう、やっぱ開けちゃってるから、この米がポロポロってこぼれるんですよ。だから中が少なくなるんですよね。で、ここも開けちゃってるから、綺麗に舗装しないと、こういう状態なんですよね。だからザラザラしちゃうんですよ、髪の毛が。で、中のね、この米、お米が少なくなっちゃったんで、ちょっと。ですので、こう、ちょっとダメージの変な癖とか出ちゃうんですよね。とか、こう、切れちゃったりとかしちゃうわけです。で、カラーがそんな感じですね。で、ブリーチ。ブリーチはね、そもそも、これこじ開けますよね、ガバッと。で、この米を抜いちゃいます、ボコッと。だから抜き取るって感覚ですね、お米を。だからなくなっちゃう中が、スカスカになっちゃう。だからバサバサになっちゃうみたいなですね。海苔だけじゃ、やっぱこう、芯がないからふにゃふにゃってなっちゃうんですよ。ね、ふにゃふにゃっと。やっぱ芯がある方がいいですよね。だからブリーチをやるときはその辺は重々承知してやられた方がいいと思います。で、縮毛矯正やストレートの類は、まずここの糊を強引に剥がします。ぐちゃっとして、癖毛の人ってこのお米が曲がってるんですよ、ぐちゃっと。で、これをお薬を入れて米をふにゃふにゃするんですよね。米をふにゃふにゃした後にアイロン熱でギュッと強引にギュッと強引にしてあげてね、最後糊をこうコーティングしてトリートメントで、で完成と。で、その際やっぱこうベロッと一回剥いでお薬入れて米ふにゃふにゃして強引にこうギュッとストレートアイロンで、ね、熱の力で伸ばすわけですよ。相当量のお米がなくなりますよね。はい。ここまでがね、ダメージする要因ですよ。結局このお米がなくなったり抜き取られたりするから、髪の毛がボサボサガチャガチャなんかパキッと曲がっちゃったとか、あと癖、ダメージの癖が出ちゃう、中がなくなるからですね。じゃあ髪質改善っていうのは、そのなくなったお米を入れていきましょうっていうことです。疑似的にこのお米っていうのはですね、もう髪の毛死んでる細胞なんで、自動で回復はしないんですよ。自動で回復はしないんで、だから疑似的に中のお米を入れていきましょうと。そしたらですね、パンパンになるじゃんと。で、なおかつ、この表面の糊もちょっとこう舗装しときましょうと。だからサラサラになると。ね。トリートメント、じゃあトリートメントでそれならないのって、トリートメントじゃならないんですよ。トリートメントは中のお米を増やすっていうよりも、中のお米、現在中にあるお米をちょっとこう太らせるみたいなイメージですね。イメージですよ。あくまでも、かなり簡単に説明したイメージですからね。このあくまで中のお米を、どんなトリートメントもそういうことです。それが粒子が大きいお米なのか、粒子がでっかいお米なのかっていうのをこう、区分けして入れていくんですよね。太らせていくんですよ。っていうのがトリートメントです。で、なおかつこの糊を、シュッと綺麗にする。だからコーティング剤、オイルとか、いろんなものは、ただ単に糊の枚数を増やしてるだけなんですよね。ですので、
基本的に髪の毛が良くならない。海苔の枚数がいくら増えたところですね。やっぱこの中のお米が重要。まあ、この、周りの海苔も大事ですよ。もちろん。もちろん大事だけど、この海苔を何枚増やしたところで、中のお米がないと意味がない。っていうことで、最近出たのは髪質改善。擬似的にこの中のお米を作りましょうよってことですね。っていうのが、髪質改善ですね。ですので、皆さんですね、よく髪質改善、まあ、されたことがある人はよく聞くワードとして、回を繰り返していきましょう。回数をね。これなんでかっていうと、擬似的に中にお米を作りますよね。入れますよね。やっぱりね、どうしても日が経つと、そのお米もちょっとずつ、ポロポロと蒸れ始めるんですよ。なんでかっていうと、それだけあなたの髪の毛が傷んで、ケアしてなかったからでしょ。髪質改善が合わない人っていうのは、もうケアの必要ない人、もう海苔もしっかりしてる、お米もしっかり入ってる中人は髪質改善いらないんですよ。じゃなくて、そういうのをしてなくて、どんどんダメージしたから髪質改善をしたいんでしょ。ね。だから、ちょっとやっぱ、この海苔もまだ完璧じゃないんですよ。で、海苔もやっぱ崩れやすくなってるし、ぐちゃぐちゃっと。だから手触り悪くなるし、で、中の擬似的に作ったお米はこぼれるし。だから回を重ねていくうちに、どんどんお米はぎっしり詰まっていって、なおかつ海苔もしっかり補強されていくと。はい。っていうのが、髪質改善です。ね。改善していくんですよ。どん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 。ストレートとか宿毛矯正とかパーマは、髪質変化です。さっき言ったように。ガバッと海苔をこじ開けて、この中のお米をふやふやにしてあげて、曲げるのか伸ばすのかして、もう一回この海苔を矯正的に戻すと。でもその間にもぐしゃぐしゃっと回っていくと。で、癖がね、伸びたりとかするって言うじゃないですか。髪質改善で。ね。そういうパターンっていうのは、さっき言ったように中のお米がないんで、ちょっとこう曲がっちゃってるぐちゃぐちゃっと海苔だけなんで芯がないんで、そういう方は中のお米を入れることによってやっぱりまっすぐなってくると。だから後天的なものね、ダメージによる癖だったりとか後天的なものはしっかりとこうケアできます、ストレートにですね。でも先天的なものですね、先天的なもの、最初から曲がってる人っていうのは髪質改善じゃちょっと伸びにくい。これはやっぱりですね、宿毛矯正だったりストレートだったりして、そういう風なので中のお米を矯正的に伸ばす必要があります。お米がない状態で曲がってる髪の毛っていうのはお米を入れるだけで、さっきお米を米言ってるんですけど、髪の毛の話ですからね。髪の毛の話。そのお米がない状態の人はお米を入れることによってやっぱまっすぐなっていくと。なおかつ、この外の海苔ですね、このキューティクルがね、ちゃんとこうしっかりなるように毎日ケアをしていかなきゃいけないです。ね、市販のシャンプーで使ったら痛みますよっていうのは、この市販のシャンプーを使うと、この海苔がですね、どんどんやっぱぐちゃぐちゃっとなってくるんですよ。なりやすいんですよ、ぐちゃぐちゃっと。中身が出てくるでしょ。でそれでせっかく機能を入れたサロンの5000円のトリートメントがボロボロっと取れていく。だったらこのノリをしっかりしときましょうと。でシャンプーでしっかりしときましょうと、スッと。でトリートメントでコーティングしときましょうと、皮膜を張る。っていうのがまあ市販と美容室のシャンプーとかの違いですよね。まあちょっと話はずれましたけど、っていうのがまあ髪質改善の原理です。わかりましたかね？わかりにくかったかな。で、ちなみにあと一個言うと、やっぱこう、玄関開けっぱなし問題っていうのがあるんですよ。髪質改善するような人って、やっぱですね、ダメージしすぎちゃうと、この海苔のこの継ぎ目があるでしょ。これがね、ベローンと開けっぱなしの人がいるんですよね。これじゃいくら海苔を重ねたとしても、この薄く張った海苔が崩れたらまたベローンって玄関開けっぱなしになっちゃうんですよ。結局ずっとこう、薄くなっててこう出ていくんですよね。だからこう玄関もちゃんと閉めましょうと。それが髪質改善の役目もあるんですよね。ちゃんとこう熱の力を使ったりとかして玄関をしっかりこう締めていくと、はい、この玄関がいつまでも開いてると何のトリートメントをしてコーティングしても、この玄関が開いた上にトリートメントコーティングしてるんで、そのポイントトリートメントが剥がれてくるとまたこの開いた玄関が出てきちゃって、さらにまた玄関が開いていく。でどん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 お米が出ていくみたいなですね。そういう悪循環が起きちゃうんで、まあ、髪質改善がね、そのこの技術っていうのはやっぱ賛否両論あると思います。はいね、なんかおすすめしないよとかいう人もいるし、回数重ねるってそれただのビジネスでしょみたいな感じで言うんですけど、今の原理を聞いたらどうでしょうか。なんかちょっと、あ、確かにねと思いますよね。まあ、ちなみにうちが取り扱っているの髪質改善はそれです。で、ここからまあ最後にちょっと重要なこと言いますね。受け取ってください、最後まで。髪質改善ね、うちは髪質改善ヘアエステみたいな感じです。歌ってるんですよね、メニューとして。髪質改善トリートメント、髪質改善宿毛矯正、髪質改善ストレート、髪質改善パーマみたいなのありますよね。これでただ単に売るために言ってんじゃないかと思うんですよね。その既存現在ある既存のメニューに対して髪質改善をくっつけたら結局宿毛矯正じゃんってことです。僕が言わせて結局トリートメントなんでしょ、はい、でトリートメントはさっき言ったようにお米、現在中にあるお米を太らせるっていう作業がトリートメントなんで、まあまあまあざっくりとですよ。
足すっていう方法もあると思うんですけど、実際擬似的に作るっていうのはやっぱ髪質改善だと思うんですよ僕は。ですので、そのブリーチで抜き取られたお米、ね、髪の毛ボソボソバサバサになった、そういう人に髪質改善ってすごく効果的なんですよ。でもそれだけ負担があるようなことをしてるっていうことはやっぱ時間もかかるってことです。継続的にやっぱり髪質改善をやって、お米を増やして擬似的に、でノリもしっかりしていって、そのノリが剥がれないようなヘアケアもしていってっていう作業を繰り返さなきゃいけないと思うんですよ。だからって絶望的になることもないと思います。まあ何が言いたいかっていうと、まあ髪質改善とはってことですね。はい、まず今日はね、ちょっと長々とですね、髪質改善について語らせてもらったんですけども、まあこのお店お店によって髪質改善っていうこのなんていうか、この打ち出し方とか定義が違ってくると思うんで、まあ、そこはですねしっかりこう吟味されて選ばれるといいと思うんです、自分の悩みにあったですね。だから髪質改善宿毛矯正とかいうのは、僕が言った説明した髪質改善とちょっと違います。普通に宿毛矯正だと思っています僕は。そういうのですね、髪質改善トリートメントも、まあ、トリートメントなんじゃないかなと思ってます。まあ、いわゆる髪質改善というのは今僕が説明したようなものなのかなと思っている次第であります。はい、まあ、ご納得の上、そしてね、まあ、こういう知識を得た上で髪質改善を選んでいかれると、まあ、より髪の毛が綺麗になっていって、自分の髪理想の髪ヘアスタイルになっていくのかなと思います。はい、疲れました今日の動画はどうですかね。まあ参考だったなと思ったらですね、チャンネル登録、あとグッドマークよろしくお願いします。なんかこう質問ありましたらですね、コメント欄書いてもらえると全部返しますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画稲津良かったよって方ですね、ぜひとも高評価ボタンプラスですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。でですね、まあそのコメントではね言いにくい、なんか相談しにくいんだけど、相談したいことがある、髪の悩みについて相談したいことがあるんだよっていう方はですね、まあ、概要欄の方にあの公式の LINE アットをですね、 LINE 公式をですね登録してもらえたらですね、そこで個別相談にも乗っていたしますんで、もしよかったらよろしくお願いします。何でも相談乗ります。でまあもっとですね、いい髪の毛、柔らかい髪の毛にしたいとですね思ってらっしゃる方は、まあ、僕自身がですねプロデュースしますこうオリジナルのブランドがありますんで、そちらのシャンプートリートメントもすごくおすすめです。そちらもですね購入に買ってますんで、気になる方はぜひよろしくお願いします。じゃあまたな。